頃の1745年、現在の千葉県九十九里町にあった名主の家に生まれました。日本全図を完成させるための測量結果はほぼ揃いました。忠敬は各地の地図をつなぎ合わせ、一枚の大きな日本地図にまとめる作業に取り掛かります。しかし、思いがけないことが起こりました。各地の地図を合わせようとすると、つなぎ目が合わなかったのです。伊能忠敬の二つの墓。一つは、忠敬が造り酒屋の婿養子として第一の人生を生きた千葉県の佐原にある墓。もう一つは、天文学者測量技師として第二の人生を生きた江戸浅草に近い東京台東区の墓です。この墓の隣には、忠敬の測量を支えた19歳年下の師匠高橋義時の墓があります。大事業を成し遂げられたのは義時先生のおかげ。どうか先生の墓のそばに葬ってもらいたい。それが忠敬の遺言でした。この忠敬の第二の人生の墓にはこう記されています。忠敬は星や暦を好み、測量にはいつも喜びを顔に浮かべて出かけていった。伊能忠敬が測量の旅に出発してから今年で200年。今多くの人が忠敬を偲び、忠敬が歩いた後を自らの足でたどる旅に出ています。人々が歩むこの日本の海岸線の上、200年前自らの夢を叶えようとして歩き続けた忠敬の姿がありました。近代日本を支える礎となった実測による日本全図、その地図を生み出すための大いなる旅が始まったのは、伊能忠敬56歳の時、第二の人生をかけて踏み出した小さな一歩からでした。